ミヤチャンネルへようこそ。はい、前回、動画ブログ書きましたけども、ダイソンの、ね、掃除機を買いまして、使っているんですけども、置く場所はね、基本的にあれこう立てて、まあもうこれ出てますけども、立てて、まあ置いておくんですけども、ちょっと新しくしたばっかりでまだ壁にねこう穴開けて止めたくないなっていうのと、まあここの部屋じゃなくてちょっと違う部屋に置いとこうかなって思ったんですけども、ちょっとねいろんなものが多すぎまして立てておく場所がないということで、いろいろ検索していたらこういう立てるものがねあるっていうのを見つけたので買ってみました。山崎実業さんの、コードレスクリーナースタンドプレートってやつで、ダイソンの V8、V7、V6 シリーズ対応ということで、まあ、僕買ったやつ V7 なんですけども、まあ V7 スリムなんですが、まあ多分、根元のプレートは一緒なんじゃないかなと思っているので、買ってみました。開けて、組んで、まあこんな感じ、こんな感じって思う写真がここにあるんで、こんな感じになるんですけども、組んで、ダイソンの掃除機をここに設置してみたいと思いますので、まず開けてみに行きますね。はい、よいしょ。そんなに難しくなく簡単に組めるのかしら。危なくね、こういうものが出てくるとね、あの瀬戸さんみたいにプン消したくなるんですけど、プンすると後でね、掃除が大変なので、プンしません。こういうね、こう、なんていうんですか、こう、静電気でね、こういうのがくっつくんで、後でね、掃除が大変なんだと思いますけども、よいしょ。よいしょ。これだけかな？あとは、発泡スチロールかな？で、取り付け説明書とか、この中に入ってるのかな？とりあえずちょっとこれ邪魔なので、ここは戻します。なんかいろいろと挟まってる。ゆっくりやろうね。発泡スチロールのゴミがいっぱい出るんですよ、ね、なのであんまりなんですが、これをなんかどうなってんのこれ。よいしょ。そしてよいしょ。これはどこ？ナットとかがありますね。特に取り付け、あ、一応説明書、箱の後ろに書いておりました。なので、よいしょ。ここを出して、まあ、ここがね、U の字で丸いので、これが中間でしょう。ということで、まずは下から組んでみましょう。はい。ここに、なんだっけ、ダイソンの掃除機のヘッドのなんていうかアタッチメントとかをさせる場所があるんですね。なんかちょうど真ん中っぽく止まっているので表とか裏はなさそうですね。じゃあここの真ん中のこの3つ3つの6個のプレートの溶接がですね、後ろが2つ、前が1個なので、まあ、見栄えのいい方を前にしましょう。多分、寝かせてやった方がいいと思います。あの、1個しか止めてないとこう落ちてくるので、これは多分、こうやって立てたままじゃなく、寝かせて止めた方が、安全だと思います。
こんな感じですね。映ってるのかしら。上まで映ってない可能性がありますね。よいしょ。はい、ちょっと引いてみました。で、これがダイソンの、V7 についてきたやつですね。で、後ろが2箇所入ってます。で、こっちについてきてる付属のボルトで止めれるようになってまして、ここの3つのこう隙間が、で止めてくださいということで、V7、V8 シリーズは上から3番目と6番目の穴を使用してくださいということで、こことここですね。はい。はい、という感じで、組み立てまして、ダイソンのこれ止めるためのアタッチメントもつきました。すみません、ね、この辺ごしゃごしゃで。で、とりあえずダイソンを本体持ってきて止めてみましょう。今リモートで足元で iPhone 見てますけども、僕の頭が切れちゃってますね。これ以上なんかね引くと、まだいろんなものがこの周り、ここだけしか今切れとガッとね避けて綺麗にしてないので、いろいろあるので、また綺麗にしたら、なんか照明とかも全然、とりあえず電気つけて暗かったので ISO 感上げてごまかしてますけども、こんな感じで、こんな感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。こんな感じで止まります。で、他の高いモデル、十何万円もする高いモデルの V10、V11、これ11ダメなのかな、 V10 かとかは、アタッチメントがいっぱいあるんですけど、 V7 セルスリムは、このボッコとこいつとこれとこれしかないので、まあこの辺で刺しておこうかなと思ったんですけど、入りません。これ入る。けどこうついちゃいますね、ここにね。斜めの微妙ですね。なので純正のこいつにつけておきましょう。はい。こういうのも便利ですよね。ここにこう装着できるっていうのがね。で、まあ追加で何か買ったらここにつけようかなという感じでございます。はい。これで、すっきりと、ダイソンを置いておくことができるようになりました。で、まだつけてないですけど、ここから AC アダプターをつけて、コンセントに挿しておくと、立てた状態で、いわゆるこの状態で充電ができるようになるんですね。それは、どうしようかな。ブログの方に載っけとこうかな。あとでこの辺ちょっとこう AC アダプターの線が飛び出してる感じのやつを、写真で撮っておこうかなと思います。また恒例のごとく概要欄の方にブログ貼っておきますので、見てください。はい。で、まあしっかり、大丈夫ですね。多少地震が来ても結構ね、頭が重いんで倒れるのかなと思ったら、下が結構丈夫なので、多少ぶつかっても地震が来ても倒れるような心配はないです。結構丈夫にできてます。このスタンドがいくら、すいません、また下に書いてきますけど、4000円ぐらい、だからね、8000円とか1万円とか高いのあったんですけど、ただね、こういった置いとくだけのスタンドにそんなには、いらないやと思って、結構安いのを探したら、ここのね、山崎さんの、はい、この、よいしょ、これが、はい、出てきたので、こちらの方もね、概要欄の方に、Amazon リンクですけども貼っておきたいと思います。4000何本ぐらい でこのままね、どっかこう場所ね置いておけるので、なんかすごくいいなと思います。はい、ということで、今日はダイソンを、買ったんですが、置く場所がないので、穴を開けたくない、これを取り付けるのに穴を開けたくないので、よいしょ、なんていうんですか、コードレスクリーナースタンドを、買って組んでみました。はい、いろいろね、お部屋がこう完成して物がいっぱい届いてるんですけども、なかなかちょっと時間がないので、一つずつ、はい、
あとまだまだちょっと提供品も届いてるんですよ。ゆっくりね、撮りながらアップしていきたいなと思っているんですが、いつも撮ってたこの物撮り用の場所とかも全部崩してしまったので、とりあえずなんか簡易的に撮ってご紹介しようかなと思ってはいるんですが、またお付き合いいただければなと思っております。はい、ということで、はい、コードレスクリーナーのスタンドのご紹介でございました。はい、ミヤチャンネルでございました。またよろしくお願いいたします。それでは。